チバニアンの入り口、玄関口、田口会館を駐車場に車を止めて、トイレもあります。そして坂を下っていきます。でかい車両通行止めってことと、あと立ち入りしちゃいけないところは結構書いてあるので、その辺を守るよ。中上図ですね。どんな地層がずっと並んでるか、堆積してるか書かれてます。ここね、ブリューニュ政治局記、松山逆時局記で、この教会のところが今ここ、このとこね。でこれが今これから見ていくチバニアのところにあると。でこれチバニア、何がチバニアンっていう時期っていう地質年代ってこともあるんですけど、このエリア、田淵のこのエリアがいいところは、とにかくですね、あ、なんか説明がある。愛知美術ってなんかすごいバラバラになってる。これ一緒。見学に際してのお願い。チバニアンへの道。地層の見られる壁面は養老川に直接面しているため、降雨の時には増水。地層に近づくとこんなん濡れると大変滑らしい、まあ、シルトだからね。現地までのアクセス路や地層の崖など、現地、そうですね、お墓もあるし、土を削ったり持ち帰ったりする行為はダメ、当たり前だという感じですね。はい、行ってみましょうか。地図ずっと下りますよ。うわ、俺なんかこことかで喫茶店とかやりて、日が入らねえ。でも喫茶店やりてまあいいだろう、それは余談すぎる。これずっと下っていくんですけど、今日はね比較的暖かいです。12月12日10度ぐらいですね。もうでも3時じゃないか、2時ぐらいか、2時、3時なんで風が吹き始めて寒くなってきますよ。ラブチー。600メーターくらい、500メーターから600メーターくらいですね。ざっくり路灯は、この路灯ってあのチバニアが見えてるとこね、まあ、このこっち側ぐらいか、まあ、ずっとこういう感じで下っていくわけですよ。でチバニアンが、まあ、チバニアンって呼んでるけど、チバニアンがすごいところは、あの、まあ、ライバルがね、そもそもイタリアのライバル地があったんですけど、候補地が。で何が違うかっていうと、チバニアンのその堆積している堆積物ね、その積み重なっている地層、それが、まあ、積み重なっている、なんて言ったらいいの、その、ケーキとかで例える、ケーキとかで例えると、なんだっけ、ほらほら、ダメだ、思い出せない、それ例えられないじゃん。要はですね、下からこう層が積み上がっていく、その層の、堆積スピードが遅いため、イタリアの 地層の堆積速度よりも遅いから、細かく年代を見ていくことができる。それが一番大きいチバニアンの優位性だったんですね。でそこが多分認められて、チバニアンが今候補となって、イタリアの方は、候補外になっています。で選考が進んでいるのはチバニアンだけなので、まあ、うまくいけばというか、何もなければですね、そのままチバニアンが、認定されるってことになると思うんですけども、今のそれ堆積スピードっていう話ね。で、まあ、堆積スピードとも限らないですね、総圧があるってことですよね。例えばイタリアの方の
層って、なんか数ミリとかの層がこう細かく積み重なって、この間に、政治極期から逆時極期に変わるとか、逆時極期から政治極期に変わるとかって、そういう話なんですよ。なんだけど、チバニアンのところは、まあ、割とそのスパンが広くて、その逆時極期になったところ、政治極期になったところっていうのの、その違いっていうのが分かりやすい、まあ松山逆時極期からブリュンニュ政治極期に変わるところなので、その場所が分かるってことなんですけども、で火山灰層で白微層っていう層があって、でその辺りが一番キーの層になるんだけども、でそこが逆時極が出てるというのがよくわかると。で、火山灰を同定してっていうことの大事さっていうのは、火山灰って同じ時に 噴火して全体に全域に積もるので、いろんなエリアで同時期どこが地面だったかというか地表だったかってことがわかるんですね。わかる？そんなこと言ってる前にこんな急坂を、ほら急坂だよ。まあ帰りたいんだね。まあ僕2往復目ですけど。で、その、火山灰ってどのエリアでも地面だった、その地表だったところじゃないと積もんないじゃないですか。間には挟まらないんで。だから、火山灰でその場所を同定できる。同じだっていうふうに認定できるってことは結構大事なんです。川の音聞こえてきたかな。それで、それもチバニアンには白微層っていう層があって、分かりやすい。で、さっきから松山逆時極期って言ってるんですけど、松山さんっていう京都大学の先生が昔いて、で、地質、岩石とかから磁力の磁性をね、測れるってことを唱え始めたのが松山さんなんです。で、ただ最初の頃は松山さんのその話は全然相手にされなくて、そんなことはねえだろうと言われてたんですけれども、まあいろいろな研究が進むに従って、意外とその岩石の磁性っていうのがその時代を表して残してるってことが分かってきたので。その時勢を測ることの価値っていうのが出てきたということなんですね。そして、まあ、松山さんが逆時極を初めて見つけたっていうところもあったので、一番その今に近いところでね、逆時極期を松山逆時極期って呼ぶようになりました。だから結構日本人に由来するものを今回チバニアンとしてね、認定されるとなると、もともとそういう話じゃないんだな、これ。だから、まあ、最終的に時勢の話になるので、まあ、松山さんの功労っていうのもあるんですけども、まあ、この地質年代がね、チバニアンになるっていうことというのの一つのその大事な要素として、時勢逆時時勢の向きっていうのが分かりやすいっていうのがあるということなんですね。おっと、ここはなかなか大変だぞ。もう少しで着きますよ。よいしょ。すみません。よいしょ。ありがとうございます。今日は水が少ないですね。仮称もシルト質なんで滑りやすいです。気をつけてくださいね。で、俺川べり歩いてるけど、普通にここ歩けますから。歩けますか。大丈夫ですか。そして、あそこがチバニアンのエリアですね。ちょっとね、こうパワースポットとかで触るとかいう人が出てきちゃったので、立ち入り禁止になりました。で、上の方に白微層の層とかがあります。
ずーっとこう年代がね流れてる感じですね。あ、看板があったよ。すごいすごい。まあ、坂道は少し大変ですけど、まあ、アクセスはいいです。ただ増水することがあるので雨の翌日とか当日とかはちょっと危ないです。でこれ滑ります、シルトなんで滑りますから気をつけてください。以上、チバニアンでした。みんな来てね、マナーよくね、触んないでね。バイバイ。